寝ても覚めてもゆきりんワールド夢中にさせちゃうぞ、ゆきりんこと柏木由紀です。今日は AKB の選抜総選挙について話します。たびたびねコメントとかでもいただいてたりしたんですけど、まあ、AKB 選抜総選挙っていうものが AKB のことを話す上ですごく大きなイベントだったので、ちょっと当時のこととかどう思ってたのかとか話してみたいななんて思います。まず総選挙は2009年から始まって全部で10回あったんですけど、私はその中で8回総選挙に出ました。順位言いましょうか。1回目から9位8位で3位3位4位3位2位5位ということで、でも全部一桁台すごいね。すごい、私のファンすごい。まあ、ということでその8回出たんですけど、最初の総選挙って涙サプライズっていう曲に、投票権がついてて、まあ選ばれたメンバーで言い訳メイビーっていう曲出したんですけど、やっぱ初めその総選挙やりますっていうのはなんかブログかなんかでこう発表されてだったと思うんですけど、私は知らなくって、総選挙って何みたいな。で正直よく分かってなくって、総選挙がどんなものか分かってなかったから、なんとなく人気投票で順位が出るってのは分かるけど、事の重大さに気づいてなかったというか、だから私その当日も午前中TBS の昼帯っていう番組やってて、そのお天気やってたんですけど、 TBS の隣の赤坂ブリッツで総選挙やったんですよ。だから昼過ぎまでその TBS で天気出て、そのまま徒歩で隣の赤坂ブリッツに一人で行って、そのまま総選挙行ったっていうぐらい普通のイベントと何ら変わらないっていう感じでやってて、まあ自分の中ではその9位っていうのはもうめちゃくちゃ思ってたより上というか、ありがたいなって感じだったし、その時なんて全然その選抜入ってるけど後ろの方だったから嬉しいなっていうぐらいだったので、それによって何かがっていうのはなかったんですけど、今でもやっぱり言われるその神セブンっていう言葉があって、私たまによく神セブンって言われたりする時もあるんですけど、私は神セブンではなくって、その自分で言うのも悲しいけど私は正真正銘神セブンじゃないんですよ。それなぜかというと、上位7人が神セブンではなくって、多分本来は第1回目の総選挙と第2回目の総選挙、この時の上位7人が中での入れ替えはあったけど変わらなかったんですよ。2回やっても7人は変わらない、この7人が神だと、で神セブンってことになったので、だから私はその2回目も8位でギリギリ神セブンにはやっぱ入れなかったから、やっぱ7人すごいなっていうところで、2011年3回目の総選挙で速報っていうのが出るんですよ。その CD 発売して1日後に、次の日に1日の投票結果みたいなのが出るんです。でそれで3位になっちゃったんです。私、前田さん、ゆうこちゃんで私みたいな、すごいと思って、結構上のスタッフさんとかも速報で3位になって、なんか名前が知れ渡ってよかったねみたいな、速報思い出みたいな感じで私も思ってた、もちろんが、そのまんま本当に3位になっちゃったんですよ。私がもう正直なところ嬉しいとかよりもやっちゃったなみたいな、もう本当に正直なところこれはやりすぎだよと思ってて、正直やばいなと思いながらその日は終わって、次の日朝テレビからその朝の情報番組でその柏木由紀って聞こえてきて、目が覚めたの。急になんか出てきたやつみたいな感じでいっぱい取り上げてもらってて、それで本当になんかとんでもないことが起きたって実感して、そこで人生変わったと思う。 AKB に入ったことも人生大きく変わったけど、あのタイミングで3位になったことがもっと多分私の人生を変えた出来事で、前田さんと優子ちゃんの隣に立つようになって、ちゃんと AKB として自覚を持てたというか、あ、AKB にちゃんといていいんだなって思えたのがその3位になった時だから、すっごい感謝してて、でもマジでそっからの方が大変で、それを維持しなきゃいけない、もしくはできるだけ落ちないようにしなきゃみたいな、もうその1位と2位を目指すことよりもはるかに下がることの方が確率として大きいから、それが結構大変で、でもなんとか次の年も3位だったり、まあ、4位だったり上位にいさせてもらいましたけど、2015年1位になりたいですみたいな、1位を目指しますみたいなことを言ったのが2015年初めてで、グリーンフラッシュという曲でダブルセンターをやらせていただいて、その年にでプラス2013年サッシーが1位になりました。で2014年マユが1位になりました。で2015年そのサッシーとマユの戦いに、まあ、私が名乗りを上げたらちょっと盛り上がるんじゃないかみたいな、で
もちろんなりたい時もあったけど、ここしかないんじゃないかと思って言ってみて、結局私は2位だったんですよ。もうサッシーがダントツ1位。もうそれはそうだよなって、もちろんどっかでは分かってたし、でもこんだけ言って頑張って2位になれるんだって、もうめちゃくちゃ感謝しました。でその次の年に立候補制になったんですよ。今度から選挙が出てもいいし出なくてもいいみたいな。でもう2位になったし、結構もう十分やりきったので、ファンの方もめちゃくちゃ頑張ってくれたから、もうちょっと辞退しようかなと思ってた2016年だったんですけど、その時その NGT48 っていう新潟のグループを兼任してて、その2016年の選挙が新潟でやりますになったんです。 NGT にいるのに新潟でやる総選挙に出ないっていうのはできないってなっちゃって、まあ、出たんですけど、でその時まあ5位だったんですよ。でそれを結構なんか言われたんです。前の年が2位だったから、そのめちゃくちゃ落ちたとか、票数減ったみたいなことすごい言われたんですけど、長年このグループにいたらもう肌感覚で正直わかるんですよ。この子はもう自分より上だなとか、自分より絶対人気あるなみたいなのがもうわかるんで、私はその年自分の中の予想で良くて5位、悪かったらまあ7、もうちょっと落ちるかなだったので、もう5位は正直もうよっしゃって感じだった。でもなんか世間はめちゃくちゃ落ちてるやんって言うから全然響いてませんまあこのぐらいだなってのも分かってたので、まあ十分でした、その5位も。でその後2年辞退することになりました。2回。一番の理由は、まあ、やっぱり2017年ぐらいになってくると、そのファンの方にお金を使ってもらったり応援してもらって選挙で上位にしてもらうっていう感覚がもうちょっとあまり合わなかったというか、それだったら CD 握手とかコンサートとかグッズとか遠征代とか、そういう他のことに使って楽しんで応援してもらえる方が嬉しいなっていうのが強くなって、辞退するのもすごく勇気がいったんですよ。出たら出たで枠開けろって言われるし、辞退したら辞退したで逃げたって言われるし、もう積んでる、マジで枠決まってないですからね、数もともとその絶対に16人しか選抜になれませんで枠譲れだったら100歩譲って分かるんですけど、そう前回から選抜の枠2つ増えてますから、私が言いようが言いまいが枠は関係ないです、もう許してください。今また選挙やりますって言われたら超困る、めちゃくちゃ困る。一人一票しか入れられない総選挙だったら負担がないから、まあやるかもしれないけど、その時は今この動画をご覧の皆さん、柏木由紀に清き一票をお願いしますよ。本当にお金かかんない票だったら入れてくださいよ、本当にお願いします。どっかネットニュースになりそうなことあった？どこ抜かれちゃうかな。あんま変なこと言わないようにしたけど、枠開けろのとこかな選挙と関係ないのに許して。こうやって言うと昔はもっと清楚だったのにとか、こんな口調じゃなかったのにとか言われちゃうんだけど、あと一個だけ言っていい？握手会でその新曲が出る前に、新曲出る予定ないんですかとか、次いつ新曲出るのって聞いてくるんですけど、あの情報解禁前にあなたに言いませんそのもちろんもう決まってたんですよ、その握手会の時だけど、表で発表されてないことはあの言えませんので、もったいないから聞かないでください次いつコンサートやるのとか、選抜メンバーがとか、どんな曲とか言えませんので、その分握手券がもったいないですから聞かないでください、お願いしますさあということで、総選挙について結構もういっぱい喋りましたが、びっくりな話はなかったかと思いますが、また他にもなんか AKB のこれについて聞いてみたいとか、もしあったらぜひコメント欄に残していただけると嬉しいなと思います。ということで、以上ゆきりこと柏木由紀でした。またねー。